レオ12世は、ローマ教皇、カトリック教会の司祭。本名、アンニーバレ・セルマッテーデ・ラ・ジェンガ。外交家としての手腕は高かったが、教皇領内で、先制政治を行って、民心を失うことになった。1760年、イタリアの貴族ジェンガ家に生まれる。ジェンガ家は、現在の暗号な県にあるジェンガを基盤とする一族で、ある。 デル・ダ・ジェンガの出生地ははっきりとしないが、一般的にはジェンガ、もしくはスポレートで生まれたとされている。1783年に司祭に除解された。教皇ピウス六世の下で働くようになると、ティールスの名義司教を皮切りに、ケルニア・パリの教皇施設を歴任した。その中で彼は外交官として、ナポレオンや各国の宮廷との接唱に努めた。 1820年にピウス7世によって、数奇教に挙げられ、1823年のコンクラーベにおいて63歳で教皇に選出された。この時フランスの勢力下にある数奇教たちの激しい反対があったという。教皇としてのレオ12世は、エルコール・コンサルビ数奇教を右腕として、活発な外交を展開、ヒカトリック諸国とも友好関係を築くことに成功したが、 強行領内において住民に対する監視システムを作ったり、ユダヤ人をゲットに押し込めるなどの政策を実行したため、経済が停滞し、強行領の民心を失っていった。彼はまたカルボナリア、フリーメイソンのような秘密結社を徹底的に非難した。1829年2月10日に強行がなくなると、強行領の住民は露骨に喜んだと言われている。 ありがとうございます。